なんか似てるところがあって。あの、朝倉君も。ちっちゃい頃、空手とボクシングでしたっけ。空手の相撲。あ、相撲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 。僕も小学校の頃、相撲やってて。ワンパんぱく相撲大会とかあるじゃないですか。小学六年生の頃に入れて。なんか、した会みたいな。はい。なんか、そこで優勝したら、なんか、そこから、さ、誘われて。はい。そこで、僕も相撲やってたんです。ええ。回し相撲。あ、そうなんですね。そう、そう、だから、それを見て、なんか、あ、なんか、意外と近いところ、愛知県、父親も母親も。 愛知県出身だし、<ー>なんかちょっと近いとこあるなみたいなすごいですねその相撲の話は、うん、僕らも同じような感じで実際に習い始めてって感じでしたいやだからなんかこう試合とか見ててもこう昨日この間ここのジムの下で中山筋まんに君にったんですけど、はい、ちょっと組んでやってたじゃないですかあ,、はい、あれ見た時にきんに君速攻投げられてたんで <laughs> 相当腰強いんだなと思ってああそうですねやっぱ。 相撲のおかげみたいなとこありますね。うんそれ今総格闘技には。うん、た助かってますね。総格闘技のという競技では。ねうんはい、やっぱ、体感がやっぱ強いんだろうなと思って。